ベルベ人のわらです。本日もオンラインでアップされた商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方は、ベルベ人ウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が12月の21日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらチェックしてみてください。まずは、今日も新商品なんですけど、T シャツがなくてシャツからいきます。いいシャツですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記の方がこちらですね。XL 表記になっております。いいですね。コットンシャツになるんですが、グレーとライトグレーの色味になっておりますね。程度としてもめちゃくちゃいい状態です。本当1、2回水を通ったぐらいの状態だと思います。でしかも XL 表記なので僕も全然余裕を持って着れるサイズ感ですね。この手のシャツで XL 表記ってなかなか見かけないと思います。お探しの方はぜひですね。お値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらもいいシャツです。タグの方がこちら、好きな方も多いと思うんですがタウンクラフトのタグでサイズ表記 L 表記になっております。でレイヨンの本ブレですね。もう人気はめちゃめちゃあるところだと思います。程度としてなんですけども大きなダメージではないんですがこちら1点ですねちょっとしたダメージがあるので、少し手縫いとかでもリペアしていただいた方がいいかなと思います。またサイズ表記 L 表記なので、僕も余裕を持って着れるいいサイズ感ですね。かなり需要多いところだと思います。こちらでお値段の方が35,800円に消費税になります。続いてヴィンテージセットですね。タグの方がこちらのペニーズのタグでサイズ表記 XL です。いいですね。でいわゆるグレーっていうよりはオートミールに近いようなボディの色味ですねに対してリブがもう少し普通のちょっとグレーに近いようなちょっと若干のツートーンになっております、で程度としても特に目立ったダメージなどはなく、ちょっとしたこういった汚れぐらいはあったりするんですけども全然気にならないぐらいだと思います。サイズも XL というところがいいですね。まあかなりの方が着用できるサイズ感だと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてもヴィンテージセットですね。こちらパーカータイプでタグはついておりません。で裏サーマルの、ダブルフェイスの方ですね。で紐もついてるタイプです、で程度としても特に目立ったダメージなどこちらもないです。いいですね。で、ちょっとこういった汚れぐらいはあったりするんですが、そこまで目立つ感じではないですね。でタグがついててサイズ表記があったとすると L 表記ぐらいの感じかなと思います、多少縮みも出ているのでちょっと僕だと若干ピタッとするサイズ感にはなりますがかなりいい状態です。お値段の方がこちらも15,800円に消費税になります。続いてリバースイブですね。まずパーカーからですね。タグが80年代トリコタグの L 表記になっております。グレーボディに、ラバープリントでハーバードスイミング入っております。で紐もついてるっていうところではあるんですが、フードの入り口とかも特にスレとなくいい状態です、バックはこういった感じですね。でトリコの L なので、僕もちょうどよく着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてクルーネックタイプですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記になっております。ですみませんグレーボディに染み込みのプリント MIT マサチューセッツのプリントが入っております、特にダメージなどはなく、こういった若干の汚れとかはあるんですが全然気にならないぐらいだと思います。リブも全然伸びてないいい状態ですね、でサイズも L 表記なのでこちらも僕はちょうどいいサイズ感になります。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になります。そしてまたハーバードですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記です。でグレーボディにこちらはラバーですね。ちょっとラバーが剥がれかけてはいますがいい雰囲気です。でそれに対して程度ってところでは特に気になるダメージは見られないかなと思います。でこちらも L 表記っていうところですね。僕はちょうどよく着用ができるサイズ感です。お値段の方がこちら17,800円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。こちら、90年代刺繍タグの L 表記です。で目つきのタイプになるんですが、このグレーは結構珍しい方のグレーだと思います。なんか普通のいわゆる先ほどまでのグレーボディのグレーっていうところではなくて、でプラスチャコールでもないっていうところですね。また状態としてこちらポケット部分ですね、薄い汚れがちょっと残ってる感じではありますが、透明パッと見はそこまで目立つ感じじゃないのかなと思います。こちらも L 表記っていうところですね。今日 L ばっかりですね。まあ、僕がちょうどいいサイズ感になります。はい。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になります。続いてもパーカータイプですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記になるんですが、ケアタグがついているタイプです。ネイビーボディにラバープリント2段入っております。でこちらも紐付きですね。いいですね。程度がいいってところです。ダメージなどはないんですが、この辺ですね、ちょっとしたペンキ跡ですかねが薄くあったりします。あとこの辺とかにもちらほらって感じです。でこちらも L 表記なので、まあ、僕はちょうどよく着れるサイズ感になっております。お値段の方が19,800円に消費税になります。続いてスペシャルですね。こちらは、80年代トリコタグの XL 表記になっております。ダブルフェイス2プライのパターンですねにプリントですよね。 USNA のミリタリープリント、こちらラバーで入っております。このかすれてる感じとかもすごくかっこいいですね。まあ、このポケットの付け根ってところが気持ちダメージはあったりしますが、古着慣れしてる方全然問題ないかと思います。でリブとかの袖口に関しては特にダメージ見られないですね。でバックは無地のタイプですね。でサイズも XL というところで、まあ、かなり作りも大きいので僕はゆったり着用ができるサイズ感になっております。あ、すいません、ちょっと一点見落としてました。こちらに細かいスレがあるっていうぐらいです。こちらの方でお値段が79,800円に消費税になります。続いてベストの紹介ですね。こちらタグがこちらのスキーリーバイのタグがついております。70年代頃のものですね。サイズ表記はこちら L 表記になっております。まあインディゴのものなんですけれども、オレンジタブがついております。で程度としては特にダメージなどもなくっていう状態ですね。こういう細かいところにはあったりしますが、全然許容範囲内かなと思います。で L 表記っていうところなので、まあ、僕も全然着用ができるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になります。続いてこちらもリーバイスのものになるんですね。タグの方がこちらのパッチですね、パッチになっていて、サイズ表記がこちらも L 表記になっております。こちらも年代でいうと70年代頃のものですね。コーデュロイの切り返しにナイロンのボディです。こちらの方にタグがついております。でこちらも状態としては、まあ、薄く全体的に焼けと色あせ若干あったりはしますが、気になるダメージというのは特に見られないかなと思います。でこちらも L 表記なので、まあ、僕は全然着用もできるいいサイズ感です。お値段の方がこちらも12,800円に消費税になります。続いてフリースですね。これめちゃくちゃいいんですよね。レトロ X のベストなんですけど、タグがこちらにサイズ表記は L 表記になっております。で紙タグももうこの状態です。水が通ってないデッドストックの状態ですね。でナチュラルの色味、まあ、やっぱもう定番で人気ですよね。もうこのフリースのこの感情もうすごいです。めちゃめちゃ気持ちいいですね。でサイズも L 表記というところなので、こちらも僕は全然着用もできるいいサイズ感です。この辺この時期やっぱフリースいいですよね。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いてスナップティーになりますね。パタゴニア、こちらタグが雪なしのタグがついております。サイズ表記はこちら WXL になっております。でライトグレーのフリースの色味ですね。フリースの状態もすごくいい状態です。でプラス大きめサイズっていうところやっぱいいですよね。でただ、状態としてこの一番上のスナップだけちょっとスナップがもう、壊れちゃってる状態になってしまいます。でサイズに関しては WXL っていうところなので、かなり僕もゆとりを持って大きめに着用ができるサイズ感です。こちらでお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてもスナップティーですね。タグの方はこちらのタグになっております。サイズ表記はこちらミディアムの表記ですね。ネイビーにパイピングが水色の合わせになっております。でこちらもフリースの状態すごくいいですね。でサイズがミディアムというところで、まあ、縮みがそこまで出てないってところですね。まあ、僕も着用自体できなくはないんですけど、まあ、ちょっとジャストサイズにはなるかなと思います。こちらお値段の方ですけれども 15,800 円に消費税になります。続いて柄物のスナップティーですね。タグはこちらも雪なしのタグになっております。サイズ表記はこちら L 表記ですね。雪なし93年から95年っていうふうに言われますが、こちらに関してはこちらですね、F3 ってあるので93年かなと思います。でこちらに関してもフリースの状態はすごくいいです。特にダメージとかも見られないですね。でサイズも L 表記というところですし、縮みもそこまで出ていないっていうところもあるので、僕は着用自体困らないサイズ感ですね。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてミリタリーのアイテムに行きます。こちら A2 セーターですね。40年代頃のもので、タグがこちらになっております。サイズ表記は38になっております。でまあ物としてかなり珍しいものではあるんですが、やっぱウールのものですし年代も古いってところもあるので、基本的にダメージがつきものだったりするんですが、こういったリペア細かいところとかこういうスレッドあったりはするんですが、まあ、トータルで見てまだまだコンディションいい方かなと思います。またちょっと38っていう表記とちょっと縮みも出てるってところもあって、僕だと着用は正直難しいサイズ感にはなりますが、女性にもすごくおすすめな一品ですね。お値段の方がこちら 12,800 円に消費税になります。続いてこちら MA1 になるんですが、60年代頃のものになります。タグの方がですね、ちょっとこちらについてはいるんですが、ちょっともう読み取れない、結構薄れちゃってる状態にはなります。また60年半ばからその終わり頃にかけてのものになると思いますね。でジッパーはこちらのジッパーが使われております。で裏地の方はこちらのオレンジの方になっていて、程度としてはこの首リブの方がですね、気持ちダメージはあったりします。ただ袖リブ腰リブに関してはそんなひどいダメージっていうのは特に見られないですね。いい状態かなと思います。でサイズ表記こちら読み取れるとすると L 表記かなと思いますね。まあ、ちょっと着丈はさすがにやっぱ短いので、僕も着用自体はできるサイズ感ではあります。いいと思いますよ。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちら M65 のフィールドジャケットになります。しかもこちらグレーライナーの方ですね。でタグの方はこちら欠損しているものではあるんですが、サイズ感でいうとですね、スモールレギュラーかなと思います。で胸の方にも USMC のスタンプあってっていうところですね。ちょっと薄れちゃってはいますが、まあ、それで程度としてなんですけれども、こちらの方ですね、背中もめちゃめちゃいいんですよ。かっこいいんですけど、ちょっとこちらステッチが抜けて少し生地がパッカリいっちゃってる状態ではあります。まあ、リステッチしていただくのがいいのかなと思いますね。あとは袖の方にも少しダメージがあるっていうぐらいです。まあ、スモールレギュラーだとお伝えはしたんですけれども、僕でちょっとぴったりするぐらいのサイズ感になるかなと思います。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いて N1 デッキですね。タグがこちらの方になっております。古い方ですね。サイズ表記は38の表記になっております。でジッパーのエンドの方もこの字止めがついているので、まあ、年代でいうと40年代ですね。まただ状態として説明したいところなんですが、ちょっとこのジッパーの方ですね、ヘッドが飛んでいてプラスこのレールの方もちょっと切れてるというところもあって、ちょっとそうですね、どうしても着用する際にジッパーを使いたいっていう方にはちょっとジッパーを交換していただくことにはなるかなと思います。ただボタンは全部揃っているので、ボタンだけでの開閉も全然可能です。で程度としてこちらの、首の方もですね、少し抜けがあってっていう状態にはなります。でボディの状態としてはところどころスレとかは多少あったりするんですが、まあ、かなりもう物が物なので雰囲気はすごくいいかなと思います。あと N1 デッキでいうとこの袖口のリブとかも結構気になる、僕は気になるんですけど、この辺はすごい生きてます。両方そうですね、まあ、袖の入り口ぐらいが擦れてるっていうぐらいですね。サイズ表記38っていうところなので、僕も着用自体できはするんですけども、結構ピッタピタにちょっとなんか厚着するのは難しいかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらでお値段の方が 39,800 円に消費税になります。続いてジャケット類の紹介ですね。まずアウトドア系からいきたいと思います。こちらパタゴニアスーパープルマになるんですが、タグの方がこちらですねになっていて、サイズ表記は L 表記になっております。でスーパープルマ、この辺のジャケットだとやっぱこの内側が気になるところではあるんですが、割と綺麗な状態かなと思います。ちょっとこの首のこの辺だけ気持ち剥がれかけっていうか、そういう感じにはなっておりますが、全然まだまだ着用できるっていう状態かなと思います。でこちらに関してはこの S9 ってある99年のものですね。でそれ以外特に気になるところっていうのは特に見られないかなと思います。綺麗な状態ですね。でサイズ表記も L 表記なので、僕も全然着用はできる、ゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方なんですけれど、 12,800 円に消費税になります。続いてこちらノースフェイスのダウンジャケットですね。タグがこちらの方になっております。70年代の茶タグですね。サイズ表記は L 表記になっております。で発色のいい赤、すごくいいですね。程度としてもこの辺は特に厳選して買ってきているところもあって、かなり綺麗な状態です。でサイズが L 表記というところなので、僕も余裕を持って着れる大きめのサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれど、 15,800 円に消費税になります。続いてこちらはコンフィのジャケットですね。タグがこちらに首の方にもついてはいるんですが、コンフィのブランドのタグはこちらですね。こちらについております。でジッパーの方はですね、こちらのジッパーになっていて、年代でいうと50年代頃のものかなと思います。サイズ表記の方はちょっと見られないんですが、そうですね、幅がある作りっていうところなので、全然なんか XL ぐらいの感覚でも着ていただけるのかなと思います。でリブとかに関しても特にひどいダメージというのは見られないです。気持ち擦れてるところとかはあったりするんですが、全然着れる状態ですね。この首のあたりとかもそうですね。でXL ぐらいの感覚でってお伝えしたんですが、僕も全然着用自体は困らないサイズ感です。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらはカーハートのダックのハンティングジャケットになります。タグの方がちょっと取れかけてはいるんですが、こちらについております。80年代頃のものですね。 XL 表記になっております。で状態としてこの外見の方はですね、このダックの質感っていうところもあって、気持ちこの雰囲気出てる感じはあったりするんですが、ひどいダメージというのは見られないです。ただ内側の方ですね、タグの取れかけっていうところもそうなんですが、こちらの方ですね、ちょっと、取れかかっています。ただこの犬とか動物の柄もすごい可愛いかなと思います。でサイズ表記は XL っていうところなので、僕も着用自体はできるっていうサイズ感になっております。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらリーバイスの、白デニムですね。パッチの方こちらについてはいるんですが、かなりかすれちゃっています。でサイズがこちら本当、薄くなってはいるんですが、ラージ表記だと思います。でこちらの方にですねタグがついていて、こちらしっかりアメリカ製のものになっております。で赤タブもちゃんと残っておりますね。でこの辺に関してはアメリカの方でブリーチもかけてきていて、で特に目立つ汚れっていうところも見られないかなと思います。でサイズがラージっていう表記ではあるんですが、かなり作りが大きいので、僕も着用には全然困らないいいサイズ、大きめのサイズ感ですね。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてチームもののジャケットですね。スターターのこちらのタグになっております。サイズ表記は XL の表記です。エンジェルスのものですね。でこちら程度がめちゃめちゃいいんですよ。ほんと縮みとかも全く出ていないっていう状態で、かなりいい状態ですね。しかもサイズも XL というところですね。かなり大きめで、僕も全然着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。続いてこちらはスタジャンですね。タグはこちらのホワイトニングで、サイズ表記は44の表記です。年代でいうと70年代頃ですね。スナップのタイプになっております。でボディがウールで、袖がレザーの切り返しです。で特に気になるダメージっていうのをそこまでは見られないんですが、ところどころですね、こういったその少し若干の汚れだったりとか、多少の使用感というところは否めないところかなと思います。またサイズも44というところで着れる方は多いサイズだと思います。僕もなんかちょっと中薄めであれば着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらでお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらがリーバイスのブッシュジャケットですね。めちゃくちゃ真っ紺だと思います。タグがこちらの方についていて、サイズ表記は XL の表記になっております。でオレンジタブもしっかり残っておりますね。で XL で大きめっていうのも珍しいんですが、本当やっぱもうここまで真っ紺のっていうのはなかなか見かけないかなと思います。程度としても全然もう問題なく着れる状態です。でサイズが XL なので、僕もかなりゆとりを持って着れる大きめのサイズ感になっております。こちらでお値段の方なんですけれど、19,800円に消費税になります。続いてカバーオールですね。こちらタグはついていないんですが、ボタンがこちらのボタンになっているタイプですね。で襟コーデュロイでブランケットがつくタイプです。年代でいうと50年代頃のものかなと思います。特にダメージっていうのは見られないんですけれども、この袖の辺りとかにこういうオイル地味になるんですかねっていう汚れが多少あってっていうところです。あとはこの辺にも少し薄くあったりします。でサイズ感で言うとなんですけど、42から44ぐらいのサイズ感かなと思います。僕でも気持ち大きめに着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらでお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてもカバーオールになるんですが、こちらもタグはついていないです。ボタンの方がこれです。この向きですね。このサンホライズ刻印が入っているボタンです。でこちらも年代でいうとそうですね、50年代頃のものかなと思います。でこれに関してもかなり色濃いいい状態です。こちらも特にダメージは見られないです。でこれに関してもサイズ感はさっきのより気持ち大きいですかね。44ぐらいのサイズ感かなと思います。ブランケットがついてないのもあるので、普通に純粋に44ぐらいのサイズ感で着ていただけるかなと思います。僕も全然着用自体困らないです。お値段の方がこちらも29,800円に消費税になります。続いてリーバイスの70505ですね。パッチの方がこちらに残っていて、サイズ表記の方はちょっと読み取れない状態ですね。また実寸からすると38から気持ち縮んでるかなっていうぐらいだと思います。おそらく表記は38かなと思います。で赤タブのこちらびっくりの赤タブもしっかり残っております。そしてもう真っ紺ですね。かなりいい状態です、ただ背中こちらですね、おそらく落書きが薄くされていた跡が残ってるっていうところですね。実際38から縮んでるとお伝えしたのですが、僕だと着用はちょっと難しいサイズ感にはなってしまいます。またこの色残りお探しの方ぜひですね、お値段が49,800円に消費税になります。続いても70505ビックリですね。パッチがこちらも残っています。こちらは表記が読み取れますね。42の表記です。でこちらも赤タブびっくりしっかり残っております。先ほどのものよりは色味としてちょっと劣るっていうところはあるんですが、これは程度がいいってところがすごくいいところかなと、いいポイントだと思います、プラスサイズもかなり需要が多いところだと思いますね。42の表記になるので、僕もなんか T シャツ1枚だったりとかサーマル1枚とかでなんかちょうどよくいいバランスで着れるサイズ感です。こちらの方お値段がこちらも49,800円に消費税になります。続いてスニーカーの紹介です。コンバースのオールスターになるんですが、年代も一緒なの、色味も一緒というところなので、ちょっと2足まとめて紹介させていただきます。まずこちらからですね、80年代のオールスターになります。インソールはこちらの方ですね。これでいいかな。で、状態としてなんですけれども、まあ、ヒールパッチこういった感じです。ちょっと USA、メイドイン USA の表記だけ少し消えちゃってるかなっていう状態ですが、かなり程度としてはいい方かなと思います。サイズの方がこちらですね、11の表記になっております。で、まあ、コットン紐使ってるというところもポイントは高いですね。で、こちらの方ですね、こちらに関しても80年代、こちらのインソールになっております。で、こちらに関しては程度としてここがちょっと劣化はしております、まあ、ただこちらの方がヒールパッチの状態すごくいいです。ほんと数回履きなのかなっていう程度ですね。で、こちらに関してサイズはこちらのちょっと見づらいかもしれませんが8っていう表記になっております。で、こちらどちらもですねお値段ご一緒です。25,800 円に消費税になります。続いてバッグを1点ですね、 LLB のトートバッグになります。タグがこちらの方についております。80年代頃のものですね。で、中の状態すごく綺麗だと思います。いいですね。で、こちらの方に刺繍が入ってるタイプですね。で、外見の状態としてこういった感じでところどころ色移りがあってっていう状態にはなってしまいます。またガンガン使っていただける方であればそこまで気になる感じでもないかなと思います。そことかも、まあ、多少のスレとかはあったりしますが全然まだまだ使える状態ですね。で、サイズ感が僕が持ったとしてこれぐらいのサイズ感になります。めちゃめちゃ大きいですね。こちらお値段が 9,800 円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。今日のパンツはめちゃくちゃいいですよ。これが501の赤耳になるんですがパッチの方は欠損しております。で、赤タブがこちらついておりますね。で、トップボタン裏がこの向きですね、524になっております。で、程度として見ていきたいんですけれども、まず股下ですね。こちらステッチの抜けなどもなく、まあ、生地が擦れてるぐらいはあります。で、レングスに関してこちらオリジナルのレングスですね。で、しっかり赤耳もついております。で、これだけ履き込まれて色が落ちてるっていうところなのにダメージがほんと少ないですね。かなりこういった個体は珍しいと思います。実寸のサイズの方がですねウエストが32インチのレングスが30インチになります。僕が気持ち緩めでいいサイズ感で履ける1本だと思います。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらは501の66前期ですね。パッチの方がこちらです。ウエストが38インチでレングスが33インチの表記です。で、赤タブがしっかりついていてもちろんシングルステッチですね。で、トップボタン裏に関してはこの向きですね、6番の刻印がされております。で、こちらも程度として見ていきたいんですけれども、まあ、股下こちらも全く問題ないです。で、この左の方ですね、こちらにちょっと 1点小穴があるっていうぐらいではあります。で、裾付近に行くとこちらも多少スレ等はあったりしますがレングスはオリジナルです。こちらも当然耳はついております。いや、色味もいいですね。プラス大きめサイズなかなか出てこないと思います。ウエスト実寸が36インチでレングスが29インチまで縮んでおります。まあ、このあえて大きいサイズ感お探しの方全然いらっしゃると思います。なかなか球数も少ないのでぜひですねお値段がこちら 59,800 円に消費税になります。続いてこちらは501のビッグイになりますね。荒々しい色味すごくかっこいいですね。パッチの方はこちら欠損しているものにはなるんですが赤タブはしっかり残っております。で、まあ、こちらも当然シングルステッチですね。で、トップボタン裏はこの向きですね、6番の刻印があります。で、こちらも状態見ていきたいんですがポケットの入り口だけちょっと擦れていてダメージがきてるかなっていうところです。で、股下に関しては全く問題ないです。で、レングスに関してもオリジナルのものですね。ただ擦れ等がちょっと激しくてっていう状態ですね。こちらも当然耳はついております。実寸のサイズの方なんですけれどもウエストが33インチのレングスが29インチになっております。めちゃめちゃバランスいいですね。このサイズ履ける方多いと思います。こちらでお値段の方が15万8,000円に消費税になります。続いて出ましたね、マッコン。こちらめちゃめちゃ店頭でも問い合わせが多い商品です。66前期のマッコンになるんですが、パッチがこちらですね、501、ウエストが34インチ、レングスが30インチの表記です。で、赤タブがレジスターのみです。で、当然シングルステッチのものになります。で、トップボタン裏はこの向きですね、6番になっております。まあこれだけ濃いのでちょっと状態の説明は省きます。実のサイズがウエスト32インチ、レングスが29インチになります。いやー、いいサイズですよね。この3430っていう表記めちゃめちゃいいと思います。これに関しては特に何も言いません。お値段が22万8,000円に消費税になります。続いてこちらですね、めちゃめちゃいい色ですよね。501のダブル X になります。パッチがこちらレザーパッチがついております。で、赤タブが残ってはいるんですけど、ちょっとスレが多いかなっていうところです。ただ両面レザーのものですね。で、ベルトループオフセットっていうところです。50年代半ばのものですね。で、アーケードの方も、ステッチ自体抜けてはいるんですが、イエローステッチというところがかなり雰囲気はいいかなと思います。で、このバックポケットリペアですねが施されております。この辺にも当たりが出てたりとかして雰囲気はかなり極上かなと思います。で、表の方もですね、ちょっと状態見ていきたいんですが、特にひどいダメージっていうのはないんですが、こううまいリペアが施されております。で、また下に関しては特に問題はないです。全然履ける状態です。で、膝付近とかにこういったオイル染みだったりとかあったりするんですが、この辺はちょっとこのヴィンテージデニムの醍醐味だと思っていただければ。で、レングスもこちらオリジナルのものになっております。ちょっとスレ等はあるっていう状態ですが、これもこれでもうなんかトータルで雰囲気かなと思います。で、裏面ですね。さっきバックポケットの説明はしたんですけれども、他気になるところは特に見られないかなと思います。このサイドの方ですね、こちらの方に気持ちリペアがされてるんですが、かなりうまく丁寧に直されております。で、実寸のサイズの方ですね、ウエストが30インチのレングスが29インチです。いや、今日のデニム本当レングス実寸30インチ以下っていうのが多くて、すごい需要多いところだと思います。ウエスト30インチってところですね。昔の僕だったら履けたんですかね。この辺はサイズハマる方すごくおすすめです。お値段の方がこちら39万8,000円に消費税になります。入荷商品まだまだたくさんあります。平日の方も皆さんもご来店お待ちしております。よろしくお願いします。